いや前回流しのいよいよこう戦いのクライマックスな入ってきますよね。はい、ちょっとこれ見てください。はい、まあこれは例の大阪城のね、はい。で今までこうほらこのキー,キーになる飛びのストーリーで、はい、これはまあ栄え立が進言して、はい、これで包囲をしても意味がなくなってこっちに出てきたわけですよ。はい、これで出させたのはここに陣を引いたからって話でね。うん さあ、あのー、この戦い長篠の戦いとまあそれぞれこれが信長とか家康とか武田だとかって説明をしましたが、はい、から三段構えのね話もしましたね。はい、今日いよいよこの部分ちょっと話を。クライマックスの部分ですね。はい、まさにこれ、はい、なんで鉄砲隊柵の後ろにいないじゃないっていう前なんですよね、うんうん。このとこちょっと話を持っていきますね。はい、さあ。 これが一般的な今のあのシーンよりも北の方に書いてある。うん、見ると馬防策は1重2重3重と、うん、何重にも気づかれてる様子がわかります。で,すねはい、で、兵がその間にいろいろとこう混じって、この辺からこの団体で撃ってるもの、うん、ここで撃ってるもの、はい、まいろいろなのがあるけど、やっぱり。 鉄砲が主力になっていたということは、これは事実。そういうことですね。うん、だから鉄砲を否定するわけじゃないですよ。これ鉄砲が主力になっていたというのは事実で。はい、何重にも築かれた馬防柵。うん、で多くの鉄砲隊という様子はわかります。はい、これは実は織田の方です。織、はい、田の方です、うん。で、こっちへ倒れているのは織田にやられた武田の兵。うん、真田が倒れてるんです。うん、まあ、この辺はまた後でちょっと言いますよね。 さあ、実はね、うん、これは徳川の戦いであるぞと、信長も書いておりましたよね。あ,あ、そうですね。お、うん、前のところの問題だからっていう、あれですね。そうそう。それをね、家康 <laughs>、うん、の家臣たちもそう思ってて、うん、張り切ってたわけ。うんはい、御家人、大久保四郎右衛門忠代世、大久保忠世って聞いたことあるでしょう。ね。あの、これ、自衛門忠助兄弟、うん、大久保忠世、忠助兄弟。 この今日の軍は当家は主戦言いやすくね徳川家織田方は風なるに風であるとだ奥にそうなのに織田勢に駆け遅れては我が輩のねっ恥辱この上あるべからずと語らい遅れだったら自分たちのはずじゃぞと一堂にほら 策より外に進み伊豆って書いてある。あなるほど。ああ、それで謎が解けました。そう解けた。ああ、恥ずかしいから遅れてはならんから、うん、もう策より前で前で前で。そう、この戦いは織田の戦いではない。うん、徳川の戦いぞってことを言ってるわけ、ね。なる,なるほど、なるほど。だから自分たちは絶対に遅れちゃいかない。うん、前に出るんだ。<ー>というところで、あのこの二人がまあ出てったわけです。出てったわけです。決起盛んな。<laughs> そう、これが。 作より前よりいい。なるほど、作の意味ないじゃないですか。意味がないわけね。意味がないってことですよね。でね、ここ見ると、ここにアゲハチョウが見えますか。アゲハチョウ。金色のチョウチョウ。アゲハ、金のアゲハの旗印が大久保忠世。お、お洒落。これ、これがね、あの石持。石持。丸い、たぶん。これが大久保忠助の旗印。で、わざわざ書かせてます。あの、うん、勢いで、勢いがいい。 このちょっと後ろの方にね本田平八郎もいるんだけど分かるかなここで。とね四角の兜をかぶってるこれが本田平八郎本田平八郎の前に出て戦ってるわけねだから彼らが三河節の意地になるぞというところでね長篠の方の資料館でもこれを大きく取り上げてるんです。もうなんか男の人 って感じしますね。そういうなんか。そうでしすごいな、本当に。命をかけてやるって言ってね。まあ、でもね、やっぱりね、そういうものがあって。その、なんていうのかな。これだけの者たちが、こうぶつかり合うなんていうまあ、戦なんての、本本来愚かなものです。あ、まあね。やっては。今が一番ですけどね。あの、やってはならんことを。もう。 本当ににめるようしたのがですからそうそう全問道みたいになるって言ってて昨日のドラマで見てましたけどねそのためにも戦うんですということでねこの大久保兄弟の活躍このエオスがね柵の外で戦う金の揚げ葉の蝶、ただよ、これがねそれから サギの石持ちと言われているのが忠助。うん、この2人ちょっと覚えておいてください、うん、大久保兄弟の活躍でもこれ描かれててよかったですねこういうそういう話もね後々分かるんで、うん、描かせたんでしょうねなるほど、うん、描かせたこういう屏風ってこれは成瀬の,の家臣が描かせたとも言われてますが大体、うん、自分たちの活躍を残すために描かせるんです これってすいませんちょっと先生余談なんですけど、はい、こういうふうに屏風とか残ってて今お話ししていただいたようにこの活躍を残すために書かせた、うん、このこれっていうのはその戦が一望できるところに、うん、例えば今でいう画家みたいなのを置かせたとかそういうのじゃなくてこれがね割と俯瞰的に見えるでしょう。 あるわけうほうほうだって一番こっちの方の長篠城なんてはもうずっと前そう,そういうことです数日前のこと、うん、これはもうクライマックスです、ね、そうクライマックス<ー>ところが勝恵理の陣も書いてあるうほうほう前のことだから現在過去まあ先のことはないけどもううそういったものが時間を追って 一枚の屏風に描かれている、うん、独特の、ね、描き方でそれはね、うん、上から見てたんじゃなくて、えーまあ、とやっぱり地形なんかも意識してきちんと描いてますうん、うん、描いてるけども話、いろいろろな。まず取材をして,てそ,その話から描くわけ。 なるほど、多分ね、おそらくそういうことです。そうですよね、いちいち画家がいたらね、一番。まあ今みたいにね、ドローンで写真をバチンと撮っちまえばできるだろうけど。本当そうですけど、Google とかね。まあでもそういったことはなかったということを考えるとね。なるほどね。しかも一枚の屏風画だとか何かにはね、その時間的な違いも出てますよと。ここは本当気をつけなきゃいけない。なるほど。この一瞬全体を捉えたわけではない。はい。活躍のね、それが。 あの時間関係なくとも一枚に収まっているということですねそう,そ,うそ,うそうですそういい質問です<ー>だからこれからねどこぞこの資料館に行ってこういう合戦病部だとか、うん、当時のその協楽、うん、の絵図だとかはい、はい、そういったものを見るときにね 古いことも新しいことも全部一枚に描かれてますから、そういったところ気をつけて。なるほど。で説明員がいたら、そういったところ聞いてみるとね、教えてくれます。ああ、それは面白いね、影響の仕方ですね。全然違ってきます。あのぜひあのそうやってね、あのまあ資料館で行かれたら、見られたらね、一回興味を持ってみてください。長所の活線もそうです。一つ楽しみ方ですね。なるほど。 さあこれは武田の兵ですがななんんか太鼓ですよ <laughs> そうなんですすよよそうんうん、あのね、うん、これ攻めてるところの絵なんですけどね攻めてるところに太鼓の太鼓を鳴らして攻める武田ぜなんかもうあの大丈夫かな <laughs> いろいろなんか分 <laughs>、ね、かんなくなっちゃってる感じ武田さん、うん、ドラマでね合戦の時に太鼓を鳴らしてるっていうのを描いたのも、うん 今年の大河ドラマぐらいかな。あ,あ、そうなんですで。実際はやってるんです、これ。でも、これ簡単にやられちゃいそうじゃないですか。だって、丸腰ですよね。丸腰。はい、まあ、丸腰ってのはこの人ね。はい,は,いはい、はい、はい。で、背中に太鼓を背負って、後ろで叩く人がいると。だから、まあ、危ないとこ避けながら。全体を鼓舞するために叩くんですよね。ねめっちゃ怖いじゃないですか、この人。<laughs> この、この、この太鼓を叩いてる人、何人もいたはずです。はい、この一人だけじゃないんです。あ,<ー>あっちこっち戦線,線広いですから。 でもやられちゃいますよねやられた場合もあるでしょうねきっと、うん、そういうのはこの時代のルールとしてあんまり狙わない,い,やいやなとかそういうのないんですよねそれはない <laughs> ただねあの戦の審判みたいな人がいて、うん、その両軍から出てきて<判>背中にそうにちゃんとしょってるわ、うんはい、かるようにでその人はやっちゃいけないそれは戦の記録をしていく人、はい、あそんんなルールーあるんですかそういうのはある暗黙のルールがええ 何でもかんでも殺されちゃうイメージですけどねんじゃないんだねへ<ー>でねやっぱり戦ってねそのどれだけ殺したから勝ちじゃいないんですよ、うん、相手がコラはもうダメだこう降参、うん、負けと言ったら負けなんです勝ち目が決まるんです、はあ、相手が負けと言ったら勝ち目が決まるそれをやらせたのはいつもあの。 家康アの歌詞の中でうまかったのがあのすごかったのが本田忠勝。<ー>本田忠勝はそんなに首たくさん取らない。あ、そうなんです、ね、命は村には取らない。うんうん、けども相手にもう降参って言わせる。ああ、じゃあ本当にあれですね。文武両道だった。 方ですよね、最後はそうなりましたけどね。徹底的に信長はやっつけますけどね、徳川家康は全体では相手が負けと言ったら負け、アメリカの大統領選挙もそうですよね、相手が負けと言ったらもう当選ということなかなか言わないみたいですけどね、あれこれ、なんか一番ね、近々のやつだとね、あれこれ手段がすごかったですけど、こういう対抗の話なんて。 さしも信玄が時折名を知られたる山形、うん、さっき言った内藤土屋真田望月小山田小畑などい、ね、わ、うん、いうものを死に物狂いに戦いて討ち死にするみんな死んでっちゃったのこれものすごい24勝ですよこれ全部<ー>みんな死んでっちゃったの,のもう激しい戦いをしたんだ、ね、武田の意地で。<laughs> うん、意地でこれだけの人を 死なしてしまうということはやっぱり思想としては愚かです。これはもうお父さん怒ってますよ。絶対空の上で、うん。なんてことしてくれるってこと。と本当そうですよね。うん、これがね。えー、っと。銃弾に倒れる。そうそう。この絵図で旗差しがここもう倒れてるでしょ。こ,ううはい、これはもう倒れてるってことなんですよ。 やられて倒れちゃったというねそんな様子がやっぱりこう描かれてますよということでこの倒れてるだけじゃなくってね武田もね結構ね鉄砲持ってたんですねそうなんですの辺の様子もねこれはねさっき言ったこっちに織田方がいるんですねここで倒れてるのが真田って書いてある真田銃弾に倒れる真田正輝これ銃弾に倒れちゃった。 それから真田信綱、うん、で真田はここで真田家の大将の2人がやられちゃったもんだから、うん、別な家に養子で出ていた、うん、あの真田信重幸村のお父さん、うん、あれがまた真田に戻るんですお家が潰れちゃうから。はいうん、でそうですそんなことで真田家についていくんですがね 徳川に、織田徳川にやられたってことが、ずっと真田家で、ここで残る。うん、いつかは生かしてやるっていうね。そういうね、<laughs> 昔は、なんか。常にそういう気持ちが。ありますよ,、ね、すよね。これは真田が二人やられてるっていうシーンがー、ここに書いてあります。この立派な馬に。描いてあるのはね、これ大体大将ですからね。うん、な,るなるほど。はい。さあ、これは。 山形正景がこの馬に乗っていた大将ですが崩れをしてますね、うん、あ、首ないじゃないですか首がないですねその首どっかにあるんですよ、うん、あ、持ってるめちゃ持ってるじゃないですかそう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 怖<っ> <laughs> 怖いですね <laughs>、はい、討ち死にした山形正景の首を一生懸命この首は渡さないと言って持ち帰っていく家臣です、うん、敵に首を渡さない だけどここまでリアルに書いてあるとねすごいですね、本当にこう、なんていうのか残酷なことだったっていうのがよくわかりますね。これでも渡さないって敵が取りに来なかったんですかもう襲いますよ、これ。襲いいますよね首欲しいものだから一生懸命これ、きっと逃げたんでしょうね。切った人は殺されてると思い,す、ね、あそういうことですね。 なんていうね。なるほど。これは馬場信春です。やられてるじゃないですか、ねそう。山形と最後に水盃を交わした。これが馬場信春。<う>でも、この人は偉かったんです。とにかく、大将の武田勝頼を無事に逃がしたんです。一生懸命。お酒も飲めなかったのに。<laughs> 気の毒に。うちじですけどもね。 これ書いてある「馬場は長篠の橋際に手勢20基ばかりまとめて、うん、勝頼は落ちていったと」と、はい、勝頼の,その大文字の小旗の影が見えるまで見送って、うん、その後取って返して「うん、さあやるぞ」と言って「俺の首取ってみよう」と言ってやったで討ち死にしたという、うん、これがあの馬場信春ですね。うんうん まあ立派な武将だったんですよね。なんかもう一人一人にやっぱりドラマがあります、ね。ありましたね。うん、この向こうに逃げていった勝頼がず。はあはあ、勝頼をとにかく無事に。無事に逃して。旗が見えなくなるまで見送って。その後また取って返して。戦って死んだという、ね。もうなんかもうその。<laughs> 大将のせいで死んでっちゃったのに。<laughs> はい、忠誠心、まあ。そのね。うん 本当にあの僕はねこ,れもうざんこうやってやりながらこの絵を見る絵を読み解く楽しさはあるけども内容についてはまたあってはならんこと、うん、そう <laughs> だからいつの時代でも殺し合いの戦争なんてことはねいい、はい、一番究極にやってはい,ない,いけないことそれをね日本がねずっとあの時代やってきたんだと。 その歴史の反省の上に立たなかったら今の日本ないでしょう間違いないですそうでしょにも立たずに明治以降日本は大きな戦争に何回も参加してきたそうですねだからもう絶対やっちゃいけないんですそれはやっぱり徳川家康がねしっかりそれを実践して260年の間戦争なかったわけですからあの家康公に学ばなければいけない一番のところはそこですよそうん当にてきたわけです確確かかににでね なんでそんなことを言うかというと何が大きく変わったって、うん、死亡率が全然違っちゃった、うん、これ僕調べてみた、はい、姉川の合戦、うん、1570元気元年にあった。うんうん 全体で5万2,000人、はい、浅井朝倉の連合軍と織田徳川の連合軍が姉川を挟んで戦ったんだけども、はい、全部で5万2,000の将兵たちが戦ったんですうん、うん、この時にどのくらいの人が死んだのかというと2600人も死んだでもそれは全体の3%ぐらいです、はい、これが死亡率です、うん、ちょっと見ていく。 三鷹ヶ原の戦いですね。そうだし三鷹ヶ原の合戦。いい <laughs> この二年後でしたね。はい、これは武田徳川合わせて三万八千人が激突した。その時に大敗したけども全体で亡くなったのは千五百人です、うん。どんどんこのくらい。はい。ちょっとこっちらに割合が低いんです。低いですね。うん、徳川もそんなに死んでるわけじゃない。徳川が大体八百人から九百人。うん、武田も五六百人は死んでいると言われている。うんうん ね。で今回の長城の合戦。はい、武田とから小田とかの連合軍を合わせて5万3千人ぐらい。はい。だいたいこれで似てますね。う,んうん、うん、どのくらい死んだと思いますか。ええー。でも減ってきてるから、うん、どう千人切りました？うん、あえ増えてあそっか。 <じ>鉄砲です鉄砲でねそそうだそうだだ集団戦法ってやるでしょ集団にはなってなかったけども鉄砲隊っていうのが組織されて次々と撃っておくわけね、はい、もうね鉄砲勝てないですよ、うん、こ,こんなことやってるうちに来ちゃいますからねそれでもって死亡率がこんなに増えた、うん、あよくない、うん、だから長篠の合戦で大きく変わったのは集団戦法になりましたなんして言って教科書には書いてあったけどんそんなことはね あんまりどうでもいいかなと僕は思う。鉄砲というね、その。<laughs> はい、なんていうの。その武器を使うことによってね。はい、人の命がものすごく軽いものになってたってことですよ。そう,いうことですよね。軒並みですもんね。そういうこと。うん、その人の命が最も軽くなってしまうのが原子爆弾ですよ。ああ、確かに言えてます。もう無差別に軽くなっちゃう。うう命なんかあってもなくても同じになってくでしょ。くる、うん、同じになってくる。 人だけじゃないですねこういうふうに見ていくとね人の命っていうのは本当に重いってことは言葉では簡単に言えるけど、うん、こ,れこれだけの人が死んで、うん、その家族奥さん子すよ。どれだけ悲しいんだってこと破壊されて。 で鉄砲というのはそういう力を持ってるんだということを信長はもう分かってた、うん、だからたくさん鉄砲を買う、うん、で家康もこれはしょうがないな、うん、鉄砲大砲を買ってなんとか自分の徳川を守っていこうとします、うん、が家康公はこの結果も知ってて、うん、自分が天下人になった時に手をつけたのは 鉄砲を製造するのをやめなさい。ね、鉄砲を製造禁止で出した。ね。で、外様大名たちに作らせないと同時に、特願を作らなかった。リーダーが作らなければ、周りは作りませんよ。だから、ソビエト、あの、ごめんなさい。ロシアだとか、アメリカだとかね。うんうん、リーダーの国が、もう作らなければ、他の国は作作らないということですよ。まあ、うん、そのことあんまり言ってると、政治向きになります,んす、ね。<laughs> まあこういった結果出てるということです。さあここにねある人物が出てきます。あこれは家康の若き若き弟の息子ですよ長男三郎信康松平信康の勇姿が描かれている。でね武田の方の資料にね 信康について初めてこれで出てきますな、うんで書いてあったか、うん、岡崎三郎君この陣中におわして父君とともに諸君を指揮した者様を見て、うん、勝つよりも大いに驚き帰国の後その家,人等に自分の家臣たちに語りしはうん、うん、こたび三河には信康という 古患者の洒落物、井できたり、古、うん、患者の洒落物って言うとおしゃれて、そうじゃなくて、ものすごくよくできた人間が出てきたと、こう言ってるわけ。そうんね、頭いいんですよね。うん、四季身体の鋭さ、うん、成長の後、思いやられると、舌を震わしたぞと。うん、舌を震わした。徳川実家に書いてあるんですけどね。さあ、ここで信康が出てきました。この様子を信長も見ていました。うん 自分の息子と比べて。あーと思ったとよく言われるんでだ、ね。言われますね、言われます。うん、うん、本当です。今日は、本当かどうか。はい。信康事件は、本当はどうだったのか。この続きで、今度。あ、今度。<laughs> はい、やります。今日は。こうやって、中津の合戦終わりましたよい、ね。いつも引っ張られちゃうな。はい、じゃ、今日はこれで終わります。<laughs> はい、ありがとうございました。はい